皆さんこんこにちは聞こえますでしょうかはい、聞こえてますあ。ありがとうございます。AK 大学、この2021年4月、広島にできたばっかりの新しい大学です。本日、AK 大学の概要と入学者選抜についてお話しさせていただきます。教学科入試広報係津川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい よろししくお願いまずこの AK 大学という名前なんですけれども、深い学びや考えを表す A という字と、新しい時代を切り開くことを表す K という字を組み合わせたものです。 先行き不透明なこれからの時代、文系とか理系とかそういった分離の枠を超えた知識やスキルを組み合わせて課題の解決を図り、粘り強く新しい時代を切り開いていく人材を育成するという意味を込めています。学部はソーシャルシステムデザイン学部のみ、1学年定員100人のとても小さい短科大学です。キャンパスは、 広島駅から歩いて10分、広島市の中心部にあって、とてもアクセスに優れた場所にあります。AK 大学、どんな大学か一言で申し上げますと、22世紀型大学だというふうに考えています。人生100年時代と言われていますけれども、これから AI が台頭すると、 今世のの中ににあるる職業の半分がなくなくといいう,ふうに言われていますそのような中で22世紀を生き抜いていけるよう社会を変える実践力と世界で通じる教養力を培うことにより社会を前向きに変えるチェンジメーカーを育てていきたいこのように考えております AK 大学の特徴は実践力 国際教養力、グローカルだと思っておりますが、それぞれについて説明させていただきます。まず特徴の一つ目、実践力です。本学では、実社会で生じている課題を教育に積極的に取り入れていくことができるよう、企業や自治体など様々な団体との連携による実践的な教育を展開します。 具体的なカリキュラムとしては、実社会のリアルな課題に挑む課題解決演習、プロジェクト・ベース・ドラーニングがあります。PBL では、企業などが実際に直面している課題に対して、学生が5名程度のチームを組み、事前学習やグループワーク、現地調査などを通じて、本質的な課題を発見、解決を検討するプロセスを経験していきます。 また、国内外でのインターンシップやボランティア活動、留学などに取り組む体験実践プログラムをカリキュラムとして設けています。4単位以上の履修が必要ですが、在学中に一度は国外での活動を必須としております。こうした PBL や体験実践プログラムを実現するために、AK 大学では、 企業や NPO、自治体、国際機関など、学外のさまざまな主体と連携を行うプラットフォームをオール広島県で構築します。学生は企業などから提供された課題をもとに、本質的な課題の発見や解決策を検討していくわけですが、2年生の時には3ヶ月間のプロセスを、ごめんなさい。戻らない。 あ、ごめんなさい。2年生の時には3ヶ月間のプロセスを2回、3年生の時に半年間のプロセスを1回、合計3回経験します。この3回という回数は、日本最大規模だというふうに聞いております。4年生の時には、PBL で培った課題発見解決力や、それまでの学習成果を踏まえて、学生が自ら解決すべき課題を設定し、 原因の究明から解決策の提案までを行う卒業プロジェクトに取り組んでいただきます。また、体験実践プログラムとしての短期留学とは別に、交換留学をすることも可能です。現在、協定の締結に向けて、9の国や地域の12大学と協議を進めていますが、これからも随時拡大していく予定です。 特徴の2つ目、国際教養力です。本学では、リベラルアーツ科目を設けておりますが、SDGs の17のゴールを国連が分類した5つの P を軸として設定しています。このうち、ピースとパートナーシップに分類される科目は、学生全員が履修しますが、People、Prosperity、Planet については、 学生が各自の興味関心に応じて、課題を見る際の視点となるウィンドウを選択し、各ウィンドウのテーマに有用な知識を学んでいきます。主な学問領域は、アイデンティティデザインが芸術、文学、哲学、倫理学、心理学、文化人類学などの新聞学関係、ビジネスデザインが経営学などの経済学関係、 エコシステムデザインが理学関係のうち環境学となっております。こちらはウィンドウのイメージ図です。ソーシャルシステムデザインの理念であります、自らが将来のありうべき社会像を作るということを目指したときに、社会課題すべてを解決することはできないのですが、特にどんな分野の課題を解決していきたいのか。 その課題を見る際の視点として、ウィンドウを設定しています。このピープ p に関する課題をメインにするウィンドウが、アイデンティティデザインプロスペリティに関する課題をメインにしているのが、ビジネスデザイン。プラネットに関する課題をメインにしているのが、エコシステムデザインとなっています。SDGs の5つの とウィンドウにひもづくリベラルアーツ科目群を表にしたのがこちらの図です。パンフレットの画像をスライドにそのままはめ込んでおりますので、少し見えづらいかと思いますけれども、リベラルアーツ科目の具体的な科目の名前を記載しております。こちらのパンフレットは、本学ウェブサイトでもデジタルデータを公開しておりますので、詳しくはそちらをご覧いただきたいというふうに思います。 音楽ウェブサイト、英語版もございまして、英語版パンフレットも英語版のサイトの方に掲載しておりますので、よろしければそちらも合わせてご覧いただきたいと思います。次に、デジタルリテラシーや思考力の向上です。ICT やプログラミング、データサイエンスに関する知識を学び、 ウェブサイトや簡単なアプリくらいは作れるようなスキルを身につけていただきます。また、論理的思考、デザイン思考、システム思考などの課題解決に必要となるスキルを身につけることができるような科目も設けています。それから、社会を生き抜く実践英語です。春入学で入っていただいた方は、入学後の半年間で、 英語で授業を履修できるレベルまで一気に英語力を高める英語集中プログラムを実施し、秋からは英語での授業も履修していただきます。AK 大学では、すべての科目を日本語、英語両方で開講し、卒業に必要な124単位のうち半分の62単位以上は英語での授業履修を義務づけています。 もちろん、英語で開講される授業のみを履修して卒業していただくことも可能です。キャンパスの14階にあります英語ラウンジでは、英語ニュースが常時流れ、英語の書籍や DVD も設置してありますので、授業以外の時間でも英語に触れていただくことができます。特徴の3つ目、グローカルです。グローバルと、 ローカルを掛け合わせた言葉です。AK 大学のキャンパス、この右側の写真のような15階建てのビル一棟です。広島というところは様々な観点から日本の縮図だというふうに言われておりまして、多様な主体と連携し、実社会のリアルな課題に取り組んでいく AK 大学の学生にとっては、広島の街全体がキャンパスだというふうに考えています。 左のイメージ図は、キャンパス1階にあります、プロジェクトワークスペースですけれども、企業や自治体関係者など、地域の多様なステークホルダーと学生とが交流を図るためのスペースとなっております。また、キャンパスの建物の中には、徒歩0分で行ける国際学生寮があります。15階建てのビルの 9階から13階部分がすべて寮になっております。寮にお住まいの方はエレベーターに乗ればすぐ教室に移動することができます。ほとんどが1人部屋ですけれども、寮費は月額4万6千円、2人部屋、3人部屋では3万2500円から3万7千円となっています。AK 大学の学生寮は、 学生の自治により運営していますそのため各フロアごとに寮生の中から選ばれたレジデントアシスタント RA を配置し寮生の生活をサポートしていますこの寮自体が留学生と日本人学生とが共同生活を通じて国際感覚を磨くとともに多様なバックグラウンドに基づく価値観に触れることで 多文化共生を学ぶことができる実践的な教育の場になると考えています。それでは AK 大学のアドミッションポリシーについてご紹介いたします。AK 大学は先行き不透明な社会経済情勢の中で地域社会や世界に貢献する高い志を持ち、会のない課題に果敢にチャレンジし、 粘り強く、新しい時代を切り開いていく人材の育成を目指しています。求める学生について、入学者に求める資質、能力、意欲を表したものです。将来を見据え、目的意識を持って学習に取り組もうとする姿勢、自らの能力の向上を目指す意欲、幅広い視野、 自ら先頭に立ち、他者を巻き込んで様々な課題に取り組もうとする姿勢。他者と積極的にコミュニケーションを行う姿勢。基本的な学力、社会貢献意欲、学ぶ意欲。国内外の様々な文化、歴史、社会や国際関係への強い関心と探求心。このような資質能力、意欲を持った方々を、 広く国内外から受け入れたいと考えています。AK 大学の入学定員は1学年100名です。このうち入学者選抜の際に使用する言語を日本語で選抜を行います春入学が80名。英語で選抜を行います秋入学が20名となっています。 2022年4月入学、春入学の方向けのこの総合型選抜50名ですけれども、この中には、日本語で試験を行います留学生選抜も含めております。ですので、日本語での入学者選抜、受験をお考えいただいている方は、こちらの総合型選抜の50名の中が該当になりますので、こちらをご覧いただきたいというふうに思います。 それから、英語で入学者選抜を行います、秋入学の留学生選抜につきましては、20名を募集しております。入試における特徴です。どの選抜区分におきましても、高等学校などの教育課程で習得した知識、技能と合わせて、探求心、コミュニケーションや学び、課外活動に対する姿勢などを多面的、総合的に評価します。 グループディスカッション、面接についてはオンラインにより実施します。留学生選抜について、日本学生支援機構が実施する日本留学試験の受験は必要ありません。また、日本語検定協会が実施する日本語能力試験などの日本語能力に関する資格検定試験の成績証明書の提出は求めません。 日本語に関しては求めていないんですけれども、本学では英語力に関する出願要件を設けております。AK 大学では学生が卒業後に国際社会のさまざまなシーンで英語を用いてプロフェッショナルに活躍できるように、実践的な英語教育に力を入れています。 そのため、学生は在学中から英語を用いて専門知識やコンピテンシーを身につけていきますが、卒業に必要な124単位のうち、半分の62単位以上は、英語を教育言語とした授業の履修を義務付けています。春入学で入学いただいた学生が、1年次の後半から英語での授業を履修できるように、 一年次のスプリングクォーターとサマークォーターの半年間で Intensive English Program 英語集中プログラムを実施します。半年間という短期間で英語力を伸ばすために出願時点で一定レベルの英語力を身につけていることを必要としています。このため本学では英語力に関する出願要件を定めています。 春入学ではセファール B1 相当以上、秋入学では B2 相当以上の英語力を有することが要件となっています。出願時に英語資格検定試験の成績証明書を提出いただきます。本学における成績証明書の有効期間は、各英語資格検定試験のテスト実施日から2年以内です。 出願期間の最終日において、有効期間内の成績証明書を有していることが必要です。こちらは対象とする英語資格検定試験ごとに出願要件とするスコアなどをまとめたものです。春入学ですと、英検では2級以上、g t e c では960点以上となっております。秋入学では、 英検では準1級以上、G-TEC では1190点以上となっております。英語資格検定試験のスコアにつきまして、ご不明な点がございましたら、入試広報係までお気軽にお問い合わせくださるようお願いいたします。また、本学の2022年度入試受験希望者を対象とした、 トーフル ITP テストデジタル版特別試験をオンラインにより実施します。英語資格検定試験の成績証明書を有しておられない場合や、有効期間外のものしかお持ちでない場合は、この特別試験のスコアが本学が定める英語力の出願要件を満たしている場合に限り、英語資格検定試験の成績証明書の提出に変えることができます。 詳しくは本学ウェブサイトをご覧ください。ここからは選抜区分ごとにお話しします。AK 大学の定員のうち最も割合の大きい総合型選抜、留学生選抜2022年4月入学の方向けの試験ですけれども、こちらは出願開始9月1日から出願を始めます。 この出願時に提出をいただきます書類が、死亡理由書、活動報告書、小論文、調査書となっております。二次選考では、オンラインによりグループディスカッションと面接を行います。こちら、この2022年4月入学の方向けの総合型選抜、留学生選抜についての学生募集要項、 それからこの小論文に関するテーマですね。これは事前に提出をいただくものになりますので、あのすでにテーマを公表しておりますけれども、そのテーマであるとか、この出願をいただく際の書類の様式、こういったものすべて本学ウェブサイトですでに公表をしております。詳しくはそちらをご確認いただきたいというふうに思います。 それからこちらは2022年9月入学の方向けの総合型選抜、留学生選抜の日程と選抜方法です。この秋入学の方についての留学生選抜、試験はすべて英語により行います。出願時に提出いただきます書類は、死亡理由書、活動報告書、小論文、成績証明書となっております。二次選考では、 オンンラインにより面接を行いますこちらの9月入学の方向けの総合型選抜、留学生選抜の学生募集要項、それからこの第1回目の出願に伴う小論文のテーマ、こういったものは既に AK 大学ウェブサイトで公表をしております。詳しくはそちらをご確認いただきたいというふうに思います。 それから AK 大学オープンキャンパスを来週火曜日から平日の日程で対面型で行います。来場していただく方向けもございますけれども、その中でもこの7月31日、ちょうど来週になりますけれども、こちらはオンラインで開催をいたします。もしご興味ございましたら、ぜひ本学ウェブサイトからアクセスいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 以上で AK 大学の概要と入学者選抜についての概要についてご説明を終わらせていただきます。入試に関するお問い合わせ先はご覧のとおりとなっております。どうぞお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。